皆さんこんにちはファンキーサークスプレイヤーの藤野美幸です、えー。ちょっとしばらくの間ご無沙汰しておりました。えー、その理由というのがですね、えー、6月の中旬私、えー、関西の方で、えー、ライブとそしてまあ島村楽器さんのイベントを中心に関西の方に行ってたんですけども。 えー、突然ですねあの私の、えー、夫、えー、サックスプレーヤーのトムが、えー、台湾で倒れちゃったんですで最初はあのホテルちょっと、ま、あの家のベッドが硬いからホテルで2日間ほど 休むっっってて言ホテルに行ったんですけども毎日ずっと連絡を取って途切れたこともなく1日 5, 5回ぐらいは連絡くれるような方だったんですけどあるその1日目、えー、連絡がなくってとても心配していたんですね。でそそしたらののの日の夜あのトムの 仕事仲間からも連絡が来て彼と連絡が取れないんだけどっていうことになって大騒ぎになっちゃったんですでホテルの名前が分からなくてじゃあもらってた情報っていうのがえー、その日本大使館らしきところの近くのリーズナブルなホテルっていうのしか情報がなかったんですで まあ、それを知り合いに伝えてそしたらなんとですね「ここじゃないの?」って言ってホテルの写真を送ってきてくれたんですねでちょうど私もトムから部屋の写真を送ってもらってたのがあったのでそれと照らし合わせたら一致したんですねでホテルにあのコンコンってしてもらおうと思ったらしいんですけどホテル台湾のホテルってなんかあのプライベートな こととかなのでそういうことはできませんってなんか断られちゃったんですねでも命に関わることなのでお願いしますって何度か何人かにお願いしてもらったんですけどそれでもダメって言われたんですでそのお友達はですねもう警察を連れて突撃してくれたんですねでホテルの人もやっと開けてくれたんですけどやっぱり案の定トムがホテルの椅子でもうぐっ こういうい感じでぐったりと倒れちゃってたんですこれ本当にチェックアウトの時間まで待ってたらもう息ができない状態で、あのー、もうアウトだったんですねでまあそれはいいとしてでまあ、あのー、よかったんですけど、あのー、救急車で、えー、大きな病院に運ばれてもうちょっとやばい危篤状態かなっていう感じだったんです。 であのもうあこれもう本当にやばいわと思ってもう島村ガキさんのイベント本当にすいませんちょっと、あのー、中,中止というか延期していただいてで台湾の方に急遽行ってきましたで今はですね、あのー、意識の方は多分回復してるような感じなんですけどもあのっていうのも最近最近あの菌が体全体に 回っていてい脳とかあの脊髄の方に入っちゃってるのであの動けないんですね意識はあっても動く状態動きが取れない状態なんですでさらにこの今まで私たち知らなかったんですけども彼糖尿病があったみたいでそれで合併症を起こしたっていうことだったんですなのでちょっとうん本当にちょっと辛いんですけども あのトムの、ね、演奏活動とか音楽活動、ね、しばらくはちょっとできないかなっていうのが本当につらいところなんですけどもお伝えしたお伝えしなければならないことなんですだけど今トムは台湾の大きな病院で動けないけど今は今は動けないけども復活を目指して。 彼自身も本当に頑張っていますなので皆さん是非とも日本から本当に頑張って頑張ってってあの祈っててくださいその間私藤名美幸はサックスプレーヤーとしても妻としても、えー、彼の分も本当に音楽の方お仕事の方頑張っていこうと思っておりますので引き続きどうか応援していただければと思います ということで、えー、YouTube の方も私も頑張って再開していきたいと思いますので、今後ともどうぞよろししくお願いします。そして私からの心からのメッセージですが、皆さんはもうちゃんと健康診断とか行かれていると思いますが、しっかりと健康管理をして、ですね、そして、えー、お体を大事にされてください。 そして健康な体でいい音楽お仕事そしておいしいものをたくさん食べて楽しみましょう。ということで、えー、今日は、えー、私の本当に人生の中で、えー、最大の危機というかすごく心配なことというか、えー、そういうことを皆さんに今日ちょっとお伝え してそれでも頑張っていこうっていう気持ちを皆さんにお伝えしていこうと思って今日は動画を送らせていただきました。それでは聞いてくださってありがとうございました。引き続き、えー、藤野美幸の,の YouTube よろしくお願いします。それでは失礼します。